イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。ここだ。いたね、向こう水なりが。あー、まずいぞ。リガートには助けがいる。またしても誰かと思えば我が大親友だまさかハイアイルで会えるとは、願ってもない幸運だ。実はまだちょっと問題があってな。無人外交官を務めているんだが、尺をなくしてしまったんだ。無人ってどういうこと？いるだろお前か。ジョルン王からそう言われたんだ。リガートよ、ハイアイルに行ってエボンハートパクトの文化大使となれ、無人の外交官にとな。無人の代表団、それが私だ。だが執務室の尺をなくしてしまったんだ。昨夜は持っていたのに今はどこにもない。無人代表団のことか。そうだ、昨夜私は代表団のタニリンやウルゴナシと外出した。まるで王のように飲み食いしたよ。何があったかは覚えてないが、金をほとんど使い果たし、執務室の尺をなくした。なるほど。探すのを手伝ってくれないか。金は払う、少しな。わかった、じゃあ執務室の尺の捜索を手伝おう。ずっと考えていて苦しいぐらいだ。古代の怒りから始めよう。外交官たちと一緒に夕べ行った場所だ。宿屋の主人は今朝なんだか怒っていたが、君となら話をしてくれるかもしれない。あそこで会おう。どうやってここに来たんだ、ありがとう。代表団は海に沈んだと思っていたけど。私は何週間も前にパーティーへ呼ばれたんだ。あ、そういうことなんだ。あ、いや、それは違うな。事前パーティーに参加したんだ。外交官が会談のために会うとき、補佐役は通常事前に集まって親交を深め飲む。私はそれがうまいんだ。なるほどね、うん、ノルド文化交流探検隊がまだ動いているとは思わなかったな。それは君のおかげだ。前回文化交流探検隊を栄えある成功に導いてくれただろう。栄えある成功。あまりに成功したので、うん、ジョルン王がハイアイルには施設を送らなくていいと言ったくらいだ。いや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 、リガート。これ私は君がまた手伝いに来るかもしれないと王に言ったんだ。すると王の許可が出てな。なんだよ、俺にぶん投げたのかよお前が失敗したからもういいよって言われたんだよ、それきっとマイカ、タニリンとウルゴナシュとは誰だ、それで。彼らも代表団だ。タニリンはアルドメリ・ドミニオンのとても重要なエルフだ、うん、ウルゴナシュは行く先々に文化を運んでくるダガーフォール・カバナントの高潔な王く、何を話したのかは覚えていない。また外交がうまくいったに違いない彼らのどちらかが尺を持っている可能性はないのか。考えてみないと。いや、我々は古代の怒りのすぐ外にある通りで情熱的に別れた。私は中に戻ったが、その時は尺を持っていた、うん、執務室の尺がないとまずい。あれをまたなくしたら言及されてしまう。なくしてんじゃねえか、何回か。お前、じゃあもういいだろう言及されろお前
宿屋の古代の掟いく。本当にあれだね、自分の都合のいい見方しかしないなあいつは。尺を探す。マリセッテ。狂信者たちとバッドマンの気が消えて生成したよ。勘定を払ってないじゃない。それも忘れたっていうの？わかったか。私はここにいて、彼女は私を覚えてる。私は昨夜素晴らしい外交手腕を発揮したに違いない。尺について彼女に聞いてくれ。先ほどは見苦しいところを見せたわね。まったく呆れた人がいたものよ。いらっしゃいませ、宿屋古代の怒りへようこそ。消えた尺を探してるんだけど見かけなかったか。あら、あなた、あのノルドの仲間。仲間ってわけ。あいつが置いてったものはどうでもいいわ。問題は持っていったものよ。一晩中食事と飲み物と娯楽を楽しんでおきながら金を払ってないの。いつの間にか帰ったのよ。何があったんだ。言ったでしょ、夜通し個室で飲み食いしていたの。静かすぎると思って中を見たらいなくなってたわ。この落とし前をつけてもらわなきゃ。あなたの友達は尺を忘れたの？これを七に取らせてもらうわ。だとよ。尺を見つけてくれたんだな、いいぞ。あ、今思い出したよ。他の代表団の関心を買うため勘定を払いたかったんだが、だがもう一度払う金はない。彼らの分まで払うためには金を手に入れなきゃならない。もう二度と尺を失いたくないからな。どういうこと。昨晩のことについて何か他に覚えていることある？そうだな、タニリンは楽しそうじゃなかったから特別な飲み物を持ってきたんだ。それからウルゴナシュがデザートを欲しがった。奥の部屋にいた男に彼が楽しめるよう甘いものを用意してくれと頼んだんだ。その後はみんなそれぞれの家に帰ったよ。タニリンにスペシャルドリンクをおごったと言ったな。ああそうだ、私は優れた外交官だから彼女には故郷を思い出させるものがいいだろうと考えた。その後タニリンはもっと飲み物をくれと何度も頼んできたよ。みんな笑って楽しんでいたよ。我々は外でお別れを言い、彼女は馬車に乗って滞在先に帰ったよ。そしてウルコナシはデザートを欲しがったのか。確かロスガーで最高のケーキが買える場所はどこかを話し合っていた気がする。それでケーキが欲しくなってね。だが奥の部屋にいた男がケーキはないと言うんだ。それで何でもいいからあるものをくれと言ったんだ、ウルゴナシのためにな。タニリンとウルゴナシはどこにいるんだ。それでタニリンは揺るぎなき邸宅に滞在している。町から少し出たところにある。彼女はバカロ教の庭が気に入っているそうだ。ああなるほど、あそこ。ウルゴナシはゴンファローネ湾で西門近くに小さな家を借りている。うん、よし、君のすぐ後から行くよ。ぐるぐるする頭が止まったらな。まだ酒に酔ってんのかな。お金払わなくていいのこれ。簡単よ。あなたのお友達のあのお騒がせノルドが昨晩の勘定を支払ってくれたら、執務室の尺だろうとなんだろうと返すわ。なるほど。それを私に払えって言われるわけじゃないんだな。まあとにかく行こうか。大体私が肩代わりするだろうなと思ってたんだけど。ここね、こことゴンファローネはこれか。まずここから行こう。ウルゴナシュ、でもいい加減にしてほしいよな、ジョルンには。いい加減に下ろしてほしいよな、ディカート。外交を悪くしようとしてるともしか思えない。あ、いた。あれ捕まってるけど。ウルゴナシュが囚人？なんでだ？何が起きたか彼に聞かないと。
この軽犯罪者を知っているか。奴は今日町の執政官と会う約束をしてる。ダガーフォールカバナントの役人になりすますのは重罪だ。密輸品については言うまでもない。あれ、そうなの。これはひどい。ダガーフォールカバナントの文化施設が犯罪者として捕らえられたのか。ウルゴナシと話してくれ。何か理由があるはずだ。もう一度聞きたいのが、ウルゴナシはデザートを欲しがったんだな。確かロス川で最高のケーキが買える場所はどこかを話し合っていた気がする。それでケーキが欲しくなってね。だが奥の部屋にいた男がケーキはないと言うんだ。それで何でもいいからあるものをくれと言ったんだ。ウルゴナシュのためにな。奥の部屋にいた男がデザートを渡した時、正確に何をしたんだ。わからん。だが特別なものだったに違いない。私の友人以外の誰にも袋を開けさせるなと言われたからな。ウルゴナシュに中身を見てびっくりしてもらいたかった。だが彼はうちに持って帰って後で食べると言ったのだ。なるほど、それがか。助けてくれ、誤解されてるんだ。ダガーフォールカバナントの外交使節団と一緒にいたのに、この衛兵は信じてくれない。彼の思い違いなんだ。リガートのために来た。何が起きたか教えてくれるか。リガートめ、あいつのせいでひどい目にあった。まあ大体そうだ。昨晩の夕食後、俺たちはロスガーで話し込んでた。あいつは奥に消えて袋を持って戻ってきたんだ。俺のためにデザートを持ってきたとか言ってな。それでどうなった。俺は帰った。その途中衛兵に呼び止められ持ち物を検査されたんだが、袋にスクーマが入ってたんだよ。だろうな。知らなかったんだ本当に。デュペルトゥース軍曹と話してくれるか。俺には外交官特権がある。衛兵と話してくれ。ウルゴナシュが監獄にいるなら勘定を支払えないからな。ウルゴナシュの悲しい作り話を聞かされたんだろう。刑務所行きを逃れるためなら犯罪者は何でも言うからな。外交官だとさえ言ってた。町の執政官にはもう少しマシな話をするといいが。これは全て過ちだと思う。ウルゴナシュは本当に外交官だ。上流階級の友人がいるという犯罪者に会うたび金貨をもらえたら今頃金持ちだったろうな。警告しておく。法の執行者に嘘をつけば判事の前に連れて行かれる。何か誤解を解く方法があるはずだ。ムーンシュガーを生成した犯罪者を捕まえたらウルゴナシュは解放してもいい。古代の怒りをうろついているベルジャック・カテリオンという密売人がいる。間違いなくスクーマ取引をしているが証拠がないんだ。なるほど。私が本当に狙っている犯罪者はヤツさ。何かできることあるか。ベルジャック・カテリンを追いかけ、密輸品の隠し場所を突き止めろ。スクーマを持っている証拠を持ってこい。我々は以前にもヤツを逮捕しようとしたが何も見つからなかった、うん、ベルジャックはさっきゴンファローネ広場にいた。その気があるならそこからだ。なるほどな、うん、実に賢いな。ははは。ベルジャック・カテリオンの略奪品を見つけてくれ。そうすれば尺を取り戻せる。簡単だ。お前が難しくしてんだよ、いつも。どこにいるってこれか。なんかだからスクーマの取引のやり方と一緒だったんだろうね、きっとね。何でもいいから持ってきてくれっていうのが合言葉だった。新客がアメノスから救出されたらしい。どうした。彼らはバカロ教の会議に来たの。何についての会議か知ってるか。貴族どもめ、この会議の本当の目的を隠してやがる。和平交渉じゃないの。あ、いた。なんて夜だ。寝酒をやってベッドに行くか。さてと、俺の家はどこだっけな。あんまり寄りすぎると多分見つかっちゃうやつだもんね。
どこまで行くんだあいつ。あの通りか。活気のない日だ。今週はずっとダメだ。よくない。消えたぞ。この辺りか。なるほど、ここね。入っていいの？なるほど、もう寝てるのかな。あいつはスクーマの代金として請求した額の3倍をくれた。ここ何年もなかった最高の夜だ。なるほどなるほど。ん？これでよかったのか。待て待て、いろいろ調べるもんがある。カジートのシンク汚いね。まあいいや、もう手に入れるものは手に入れた。よし、これを軍曹に届ける。どこだっけ軍曹。ここか。入り組んでいるな。この街は分からなくなるんだよ時々。いたいた、手に入れたぞ。戻ったな。ベルジャック・カテリオンは、奴がスクーマを密輸している証拠はあったか。今日は誰かが必ず監獄に入る。ここにいる友人より奴の方がいいはずだ。彼の家まで行って隠し場所を見つけた。これが証拠だ。やってくれたか、ありがたい。我々はベルジャック・カテリオンを捕まえるため何ヶ月もかけて犯罪の証拠を見つけようとしてきた。だが奴は1ブロック先から兵士の匂いを嗅ぎつける奴でな、ことごとく隠されてきたんだ。なるほど。ではウルゴナシを解放するのか。もちろん。私が追っているのはスクーマを町に持ち込んだ密売人だ。たまたまポケットに瓶を入れてた酔っ払いなんかじゃない。だが友人に言っておけ、今度ムーンシュガーのそばで見かけたらその場で逮捕するとな。分かった、彼に伝えよう。素晴らしい。ウルゴナシュが負債を払った。またしても私の外交的勝利だ。ぶん殴っていいぞ。もうやった。いくら感謝しても足りないよ。助けてくれなかったらまだ拘留されてた。で、リガートとなくした尺ってのは何なんだ。宿屋の主人は誰かが昨晩の勘定を払わないとリガートの尺を返さないそうだ。誰も支払わなかったのか。うん、理解できない。大量に飲み食いした後、リガートは自分に任せてくれって言ったのに。俺は支払いを踏み倒したりしないぞ。埋め合わせをしないとな。どうすればいい。自分の分の勘定を宿屋の主人に払う気はあるか。もちろん。部屋に戻って身だしなみを整えてくる。指の感覚が戻ったらすぐ金貨を持って宿屋へ行くよ。
それが当然の義務だからな。あんたしっかりしてるな。素晴らしい。あの時一緒に来てよかった。彼がどうしてこんな状況に陥ったのか想像もできないよ。できるだろう。お前のせいだよ。本当にダメだなこいつは。自分がなんかもう悪いっていうか、自分が問題を起こしてるってことにも気づいてもいないからさ、なんならうまくやってると思ってるからね。本当に困ったやつだよ。さてと、ここか。飛んだ方が早いの。タニーリンと対決する？対決するの？話を聞きに行くだけだと思ってたんだけど。庭が好きっていただきました。もっと休みが取れたらいいのに、ね、中だな、ね、あれこっちじゃない。こっちからなんか、まあどっちからでもいいかったですね。でどこにいるんだ。谷に上か。いるっぽいぞ。お、にゃんこ。ビンクス。かわいいね。ビンクス。ビンクスは普通の猫じゃないな。山猫的な猫じゃないのこれ。とにかくかわいらしい。大丈夫？こっちチラッと見ただけ。昨日の夕食後、彼女は気分を悪くしたんだな。ベッドのそばにあるのはメモか？寝てるね、うん、治療師ジェニーレのメモ。患者ハイエルフの女性、年齢不詳。タニリン、アルドメリドミニオンの外交官、状態、酩酊、二次的な中毒。どうやらこの愚かな女はこれまでロトメスを飲んだことがないにもかかわらず、周囲に促されて昨晩大量に飲んでしまったらしい。おそらく数日間は良い気分、ひどい気分が続くだろう。彼女の状態が悪化した場合はマンモスの耳のリーフを砕き、その汁を数滴唇の上に垂らすこと。私は自生しているのを見たが、バカロ教の許可なしに刈り取ってはならないと言われた。この汁には下剤の効果があり、ロトメスの排出を助けられるだろう。それ以外の全てのものと一緒に。なるほどね。治癒士ジェニーレ。邸宅近くの森でマンモスの耳という植物を探せ。彼女の目を覚ますんだ。大丈夫か？ぶちまけることになるぞ。その配信ではちょっと見せられないものをぶちまける可能性があるぞ。大丈夫か？マンモスの耳の理由。ああこういう、なるほどね。マンモスの耳ぐらいでけえぞということか。マンモスの耳のリーフ、つまり葉っぱ。
この絞り汁を吸う敵、吸う敵か、唇に、唇の上に乗せる。歯をすりつぶして汁を与えてくれ。目を覚ましたら彼女が払う分について話そう。わかった。さあこれを。あ、すぐ起きた。うまくいった、目を覚ました。死ぬかもしれないと少し心配だったんだ。大丈夫タニリン？うん、確かに死ぬよりは少しマシね。起こしてくれてありがとう。恐ろしい悪夢を見てたので、どなたでしたっけ？アラン・レオニアスだ。リガートを手伝っている。昨晩何が起きた？文化の橋渡しをすべく、うん、ウルゴナシュと一緒にリガートと夕食を共にしたの。よくある交流だけど、リガートは一晩中食事と飲み物を注文した。あら、その後どうなったんだっけ？宿屋の主人は誰も勘定を払っていないと言っていた。うん、支払いをしたのかどうか見当もつかないわ。宿屋を出たことも覚えてない。会計を忘れたかもしれないわ。一体何を飲まされたの？治癒士のメモによればロトメスに酔ったそうだ。たっぷりと。なんてこと、そんなおぞましいものを。吐き気がしたのも当然だわ。宿屋に戻ってすぐ話をつける。約束するわ。さて失礼させて。急に気分が悪くなってきた。大丈夫か？ちょっと待って。外交的勝利だ。びしょ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 。さて、宿屋に戻って感情の問題を解決しよう。ゲロだよね。ゲロだよね、タニリン。ちょっと待って。マジか。ゲロをぶちまけたんでしょ、今。うん、そうであってくれ。頼む。ちょっと何、タニリン、大丈夫か。先に宿屋へ行ってて、うん、すぐ私も行くわ。少し時間が必要なの。だろうな。宿屋に戻ろう。無人外交官が3人借りを返すにやってきたら、マリセッテ・レマイトレがどんな顔をするか楽しみで待ちきれない。お前が払えばそんな問題なかったんだよ。なんで金持ってねえんだよ、お前。あ、そうか、スクーマに全部金を出しちゃったのか。バカだな、本当に。本物のバカなんだよな。だから、その何でもいいから持ってきてくれの代金がスクーマだったわけ。それを代金ね、スクーマの定価の3倍ぐらいの値段で買っちゃってんのよ。でそれでお金がなくなっちゃってんのね。だから、なんか支払いおごるって言ってんのにさ、おごれずに、なんか、逃げてきちゃったんでしょ。どうしようもねえよ。賓客がアメノスから救出されたらしい。彼らはバカロ教の会議に来たの。あ、揃ってる。よし、これで終わり。みんな教訓を学んだかしら。奥の部屋の怪しい奴に請求されても金を払わないでね。私たちは合意に達した。借を取り戻せるって意味だといいが。外交日和だ。誰も死なず、投獄もされず。宿屋の主人はついに支払いを受けた。さて、マリセッテ・レマイトレに執務室の尺の話をしてくれないか。彼女はまだ少し怒っているようなんだ。マリセッテ・レマイトレと話をして、この件を全て忘れるようにしないとな。俺が逮捕されるなんてありえない。事態は全て解決したと思うけど、マリセッテ・レマイトレと話しましょう。彼女が昨夜のことを忘れてくれるか知りたい。うん、ロトメスを飲んだなんておぞましいわ。
ロトメスというのは肉をね発酵させて作ったお酒だね。あのウッドウィルフの酒なんだけど、ウッドウィルフってあのグリーンパクトっていう掟があって、あの植物を使えない、だから穀物の酒が作れないの。だから肉とかね、うん、そういったものを使って酒を作るんだけど、それがもうひどい味と匂いらしいの。また会えるとは思ってなかった。3人のお友達がようやく勘定を払いに来てくれたのよ。迷惑料にわずかな心づけももらったわ。ではリガートの執務室の尺を取り戻せるのか。この部屋の誰かさんと違って私は貸し借りを忘れない。おバカさんたちが勘定を払ってくれたから尺を返すわ。これからはもっと常識を持つよ伝えてね。それは無理だ、うん、ここで何が起きたのかわからない。あなたの友達のリガートが原因よ。それは知ってる。最初はハイエルフにロトメスを持ってきた、故郷の味だと思ったんでしょうね。さらに奥にデザートを食べさせようとして、奥の部屋にいるスクーマのディーラーをうちの職員と間違えたのよ。それからスクーマのディーラーがリガートに何かを渡したの、うん、リガートはディーラーに渡したお金で会計が済んだと思い、なるほど、代金を払っておいたと他の二人に伝えたのよ。二人とも酔っ払ってわけが分からなくなってたみたい。ほんとバカ丸出しよあいつら。そうだな、バカ丸出しです。恥ずかしいわ、外交官としてこんなことは初めてよ。二度とこの話を持ち出さないようリガートに言ってくれたら助かるわ。昨晩の様子を思い出せたか。あのね、思い出すまでもなく十分恥ずかしいのよ。私たちは飲みすぎたわ。リガートはロトメスを持ってきたの。気持ち悪いウッドエルフの酒とは知らず故郷の味だと思い飲み干してしまったの。なぜロトメスを飲み続けたんだ。リガートが注文を続けたからよ。外交の第一のルールは主催者の勧めを断らないこと。でも第二のルールはウッドエルフの海賊みたいに飲ませないことだわ。リガートはそれを知らなかったのね。なるほどね、うん、もう一つ頼みがある。この件は全て内密にしてもらえないか。俺はカバナントの代表団に任命されたばかりなんだ。しくじったら更迭されるんじゃないかって心配でさ。リガートが渡したバッグを見てもいないのか。そもそもデザートなんか欲しくなかった。俺たちは一晩中飲み食いしていた。夕方にケーキの話をしたからリガートは俺が甘いものが好きだと思ったんだろう。衛兵がスクーマを見つけた時なんて俺の方がよっぽど驚いたよ。なぜ衛兵があなたを止めたんだ。あの時俺はまともじゃなかった。その建物に立ち小便をしたかもしれない。なるほどね。それで衛兵に強く注意された時文句を言ったんだ。そこから先はわかるだろう。なるほどね、うん、我が大親友よ。おかげでまた外交に取り組める。向こう水なリガートの外交を受けたことをここの全員が知るようになるぞ。しかしどうしてあんなに混乱したのか未だにわからない。みんなが動転していた。この問題の原因が本当にわからないのか。外交は大変な仕事だ。タニリンのために特別な飲み物を用意したが彼女はそれで気分が悪くなった。ウルゴナシュにはデザートを注文し夕食の支払いをしようとした。結果ウルゴナシュは逮捕され宿の主人は私の借を返してくれなくなった。なんだかますます混乱してきたぞ。より混乱している。どうやって。ハイエルフがどんなものを飲むのか知らないんだ、うん、それに私はウルゴナシュのために何か欲しいと言ったのにあの男はなぜかスクーマの袋をくれた。彼には楽しんで欲しかっただけなのに。いやー困ったよ。でマリセッテレマイトレは私の執務室の尺を持っていたか。ああ持っていた。尺だ。ありがとう。ありがとう友よ。これでまた公式な無人代表団になれた。無人な。君のおかげで確実に偉大なる外交上の勝利がもたらされることだろう。あまりゴールドは残っていないが全部あげよう。ダメだよ全部あげちゃリガート。もう何なんだろう。
またしても外交的勝利だ。友よ、忘れられない夜をありがとう。これが確かにそのまあ変わった経験だった。そうだな、変わった経験だったよ。その話は二度としないことにしよう。あの皆さん、これがノルドだと思わないでください。ノルドみんなこんなんじゃないんです。あの本当に変わったやつなんですよ、こいつが。なんという冒険だろう。今日行われた外交をジョルン王は必ず誇りに感じてくれるだろう。いや、言わない方がいい。もう一度礼を言う。君の助けがなければ執務室の尺はまだ手元になかっただろう。これからどうするんだ、リガート。もう祖国に帰れ、早く。旅の費用と外交的娯楽のための予算は全部使ってしまった。私に今全部渡したからな。いざ無償でも喜んでハイアイルと外交しよう。バカだな。他に何が起きようと向こう水なリガートのことはみんな忘れないだろう。まあ忘れはしないけどな、うん、ただどうなんだろうな、忘れてほしいと思うけどな、俺だったら。リガートが起こした混乱の収拾に手を貸してくれてありがとう。昨夜の災難のことは早く忘れたいよ。逮捕されたなんて同僚には絶対に知られたくない。うん、まあでもお前は悪くない。協力に感謝するわ。それから昨夜のことを他言しない優しさがあるといいわね。もちろんあるよ。正直ドミニオンが外交官に期待しているのは酔っ払いの騒ぎじゃないの。さて横にならないと、うん、そしてよし。というわけで相変わらずですね。なんだろうな、本当に全部ジョルンが悪い。全部ジョルンが悪い。行こう。じゃあもういよいよ。さてとどこだったっけな。レディアラグルとここだ。ミストマウス洞窟。夜も明けましたね。まだ早朝なんだよね、4時半。タムリアル夜が短いんだよね。だいたい8時か9時ぐらいに暗くなってきて、4時頃にはもう明るく、4時じゃねえな、もう3時2時には明るくなってきてるから、夜は長くても5時間6時間ぐらいしかない。え、なになになに、ね、地面が揺れたのを感じた？イフェロン島の方を見て。あんなに活発なファイアソングさんは見たことがないわ。確かに、なんか噴火してたかな、今まで噴火してたかなって思ったんだ、そういえば。これは取らなきゃいけないね。なんて素敵な絵なんだ。そっか、いつの間にか噴煙を上げてたな、溶岩吹き出して。あの火山は心配ね。ただでさえ問題を抱えているっていうのに。ベイレシアとあなたがドルイドのサークルで見つけたものと関係しているのかもしれない。超越の魔導士はそこまで火山に影響を与えているのかしら。ナビール城で彼が呪文を唱えると地面が揺れた、そういえば。そうね、彼が城に向けて嵐を召喚した時大地が揺れた、そして同盟の船を破壊した嵐を彼が呼び出した後、火山の裂け目も活動し始めた。でも今回は嵐が起きていないわ。火山については何かができるのか。何もできないわ。けれどファイアソングさんはドルイドたちが休眠状態を維持しているおかげで長いこと噴火していないの、
魔導士がさらなる力を引き出すのを阻止するまでの間、彼らが火山を沈めていられることを祈りましょう。その間にミストマウス洞窟の中を調べましょうか。何を探すのそれで。騎士団の会合の場所を指し示してくれるものなら何でも、うん、超越の魔導士が召喚状を送ったのならここにいる誰かが知っているはず。なるほど。それ以外にも重要なものがないか気をつけておいて。どんな手がかりでこの謎が解けるかわからないから。イフェロンとファイアソングさんについてもっと教えてほしい。ファイアソングさんはイフェロン島に高くそびえる火山よ。遠くからでも見えるわ。あの火山は核火山で、裂け目と温泉が諸島中に広がっているの、うん、最初の振動の時は特に何とも思っていなかったわ。ドルイドと火山に関係があると言っていたか。ストーンロアのドルイドたちはここハイアイルの裂け目を収めているけど、イフェロンを管理しているのはファイアソングサークルなの。よそ者は歓迎されないし、私もあそこのドルイドは見たこともないわ。ファイアソングは火山を沈めるよう努力しているという話だけど。これから会うことになるんだ。中に行って後に続くわ。分かった。ミストマウス最近は早読み込み早。なるほどね、半時計回りだ。てかあれかも、一方通行か。いるな。気をつけて、ブルケシュは火山の活動に引き寄せられる。うまくなってきたと思う。でも鼻にかけたらダメだよね。なんか2回打つな。なんだろう、これは。超越騎士団の死体、溶岩の獣の餌食になったのね。なるほどな、都合がいい。ナビール城の地図。ナビール城の地図。騎士団が攻撃した城だけど、あるはずのない場所に川が描かれているわ。川が描かれている。いらっしゃる。直接聞いてみる。聞く前に死んだ。この洞窟には超越騎士団とブルケシュが潜んでいる。気をつけて。両方とも潜んではいないけど。待ち構えてるけど。これは何だ。戦い方は家で覚えた。焼かれた調査メモ。召喚した嵐の失敗以来、私は多くを学んだ。この火山の島にある大地の力を引き出せば、私の魔術に計り知れない力が加わるのは明らかだ。だが少しでも計算を誤れば、呪文は制御不能に陥り、破滅的な結果を導きかねない。イフェロンの友人たちがもう少し明確に説明してくれていれば。いずれにせよもう仕組みは分かったと思う。最後に試した時は予想よりもいい結果が出た。この力を手にした以上、我々の攻撃計画は…てんてんてん。文章の残りは燃えてしまって読めない。魔導士は実験を続けるためにここへ来たに違いない。次の攻撃にこの力を使う気ね、うん、どこを狙う気か調べないと。そしてイフェロンの友人と言っていたぞ。また揺れた。気をつけて歩いて。変わるわけじゃない。
畑騎士ジャニーンへの命令。3つの標的が雨の末、漂着した。それゆえ早いの浜辺の捜索は打ち切ってよい。3つの標的は救出された。そして今私がこの文章を書いている間にもおそらくハイアイルへ向かっていることに注意せよ。だがそのことはよい。超越の王は騎士団を会議へと招集した。できる限り急いで眠る騎士の下の広間に来るがいい。この手紙を持ってこい。ハイアイルには私の印が必要になる。超越の魔導士。超越騎士団の評議会への召喚状、これこそ探していたものよ。話しましょう。うん、変装して入るのかなこれ。分かったことを確認しましょう。まずナビール城の地図には存在しない川が描かれていたわ。少なくとも地上にはない川よ。地下か。もし地下を流れる川なら城の地下に隠し通路があることになるわ。なるほどな。となってくるとナビール城に何か関係があるんじゃないのか。火山の力の実験に関する部分的な破壊されたメモもあった。あれ？どうした？ちょっと待って、コントローラーが効かなくなったぞ。あ、効いた。もう一度見せて。なるほど。超越の魔導士は火山から力を引き出して自分の呪文に利用できると考えているのね。次に奴らが標的を襲えば魔導士は儀式の支配力を強化できる。眠る騎士の下の広間への召喚状も見つけた。眠る騎士の下？つまり墓じゃない。一体どういう意味？象のこと？それとも死体か？地下墓地あったな。それはまた地下墓地を調べることになりそうね。アブヘイン礼拝堂の下にあった墓地のような場所を。でもあそこで眠る騎士なんて見なかった。この召喚状を受け取った騎士には何かあったと思う？哀れにも命を落とした畑騎士ジャニーンは洞窟の熱と煙にやられたか、溶岩だまりのそばに集まるブルケシュに襲われたか、そのどちらかだと思う。でも彼らの不幸は私たちの幸運よ。先へ進むために必要なものが手に入ったんだからね。これらの意味がわかるか？ええ、全ての手がかりを組み合わせれば明白だわ。デュフォート家は数百年もの間死者たちを城の地下に埋葬してきた。超越騎士団はナビールのダンジョンで会合を行うに違いないわ。私はジャカーンと合流する。チカローで会いましょう。わかった。鬱陶しいなこいつら。こいつら逃げたら死ぬの？そんなことないから逃げてみればいいのに。寝てなさい。橋、あ、やってるね。邪魔しちゃいけないから。やられたのか。ブルケシュ強いんだねやっぱり。よいしょ。ナビールのダンジョンに行く。なるほど。
ッキーを。いた、慎重だな、レディエ。レディアラベルは俺にも楽しんでほしいそうだ。墓地でこそこそして俺を殺したがってる奴を探すなんていい時間の使い方だよ。まったく気持ちたんだからいいだろう。どうせジャカーンと私で入り口を見張っていたの。ダンジョンに入る人はいるけど出てくる人はいない。あそこにうじゃうじゃ集まっているようね。なるほど。でも超越の魔導士の姿がないわ。もう中にいるのかも。これどうしたいんだ、レディアラベル。もちろん潰してやるわ。ミストマウス洞窟で見つけた召喚状を使って潜入するのよ。ジャカーンを連れて行って呼び止められたらメモを見せなさい。連れて行きたくねえな。守備よく中に入ったら超越の魔導士と戦って騎士団の計画を妨害するの。簡単でしょ。超越の王と魔導士をどうしたいんだ。思いっきりボコボコにしてやりなさい。言うまでもないけど一人で超越騎士団全員を相手取るべきではないわ。もちろんそうだ。味方を探すのは難しいでしょうからね。王か魔導士の素性を暴露できればそれだけでも奴らを倒せるかもしれない。問題がある。ジャカーンと共に超越の騎士団に、ジャカーンと共に超越騎士団の騎士には見えないそうだ。見えなそうだ。全然言ってない。もう一回よ。問題がある。ジャカーンと共に超越騎士団の騎士には私たちは見えない。鎧とフードを着ていれば大丈夫。あなたたちのために超越騎士団の衣服を用意したの。あら。仲間みたいなふりをしていればいいのよ。ほら、着てみて。ありがてえ。あれ？あ、これ変装するのか、このもん。はいはい。あ、いいね。あら、ぴったりね。うん。中に入って超越の魔導士の陰謀を見つけ出しましょう。完全に超越の騎士団。もうちょっとまともな服はなかったのか？ジャカーン、大事なのは溶け込むことなの。うん、どっちもかなり怖いわね。頼むから上半身裸になんなよ、お前。分かってんだろうな。レディーには言わないでほしいんだが、今回の作戦は今までで最高だ。超越の魔導士を追い詰められる可能性が高い。正体を知られ殺されなければな。さあ、離れずついてこい。こっちのセリフだ。離れずついてこい、お前が。私はここで監視を続けるわ、うん、顔が知られすぎてるからね。そうね。中で誰かに気づかれてもしたらまずいことになる。私は多分大丈夫だろう。ただジャカーンはどうかわからない。一回捕まってるしな。先に行くのね、お前ね。ついてこうか。じゃあナビールのダンジョン。古い秩序の脆弱な守護者を城に押し寄せ、奴らは東方からの遠方からの侵略を予期し、真の危険が自身の影に合わせた。一時停止してお読みください。待って、このマップ消すから待ってくれ。ジャカーン、レディは正しかった。ここらしい。その扉の奥だ。やめとけって、先に先行すんのは。新人は外で待つように。魔導士が後で声をかける。公平だ。我々も会議に参加したい。なるほど。死の大義のために戦うなど想像もしなかったよ。だが上級王エメリックや他の王族どもに思い知らせてやれるというなら喜んで武器を手に取ろう。なぜ上級王エメリックをそこまで嫌っているんだ。父がランセル王に仕えていたからだ。なるほど、そういうことか。父は王に忠実に従い、ショーンヘルムを力の限り守った。上級王エメリックは誓いを守った高潔な父を反逆者だ、野党だ、人殺しだと罵り公死刑にしたんだ。新たなる王が必要だ。いや、世界に王など不要なのかもしれない。超越の魔導士が来てるっていうじゃないか。ぜひ会いたい。超越の王と同じくらい感動的な演説をするらしい。話を聞けば使命感に燃えずにはいられないとか。あの兜の下に誰がいるのか知ってるか。正体を知ってるかって、知りたくもない。騎士団には敵が多い。指導者が匿名であることが敵を遠ざけてるんだ。みんな心得てるよ。つまり、そうか、
試してるんだな。騎士団の秘密は何一つ明かさないよ。約束する。うん、正解だ。新人、ハイアイルでやり直したがっているのはあなただけだろう。出番を待て。すぐ超越の魔導士に呼ばれるだろう。超越の魔導士が何を考えていると思う？それは私たちが心配することじゃない。超越騎士団は我々のような人々により良い生活を約束していて、これまでは嘘をついてない。私は騎士団を信じている。自分たちの屋敷にしがみつくハイアイルの貴族たちめ、せいぜい恐れるがいい。それはなぜだ？魔導士が次に何を計画しているかはわからないが、大掛かりなものになりそうだ。タムリエルの王と女王が全員集まっても止められない。今にわかる。止まれ。会合に参加できるのは騎士団の正式な騎士のみだ。新人はここで待機し、魔導士から声がかかるのを待て。召喚状を受け取った。会合に出席することになっている。見せてみろ。確かに超越の魔導士の印象だな。よし入れ。だが静かにな。遅刻もいいところだ。会合はすでに始まっている。すいません、お腹が痛かったね。おい、こっちが先に来たんだ。ここは市場じゃないんだ。列に戻れ。ジャカンもどんどん行っちゃうな。王よ、船の準備はできています。命令があり次第前期の小島を攻撃できます。ロルイドの魔法を制御できるのか。砦の防備を突破するにはかなりの力が必要になるだろう。これ以上の失敗は許されんぞ。可能ですとも。ひとたび壁を破壊すれば同盟の指導者たちはどこへも隠れられません。では行け。攻撃を始めよ。王族が前期の小島にいるとバレているのか。攻撃用に船を用意しているだと。逃がすわけにはいかない。右の扉を試せ。右の扉どれだ？もっと情報をくれお前。ダメだ、話せない。これか。だからなんか近しい人がもうどっちかなんだよ。気をつけろ。手紙はここじゃ役に立たない。戦うことになるだろうな。どっちに行くべきなんだ。奥だ、奥だな。なるほどね、変装が解けてしまうのか。魔法の罠だ、気をつけろ。どこにある？あったもっと事前に言ってくれ。何飛び越えたはずなんだが。あ、何ジャカンがやったの今。くっさいんだけど。戦闘になりそうだね。もうなってるよ、ミリー、戦え。あるのね。なんか予兆というか何か見えないのかな。チャージで飛び越えても食らうな。浮いた。水の音だ。ちょっと待って、なんかレディが地下の川の話をしてなかったか。言ってた、そんな話。あ、言ってたな。
よし。こいつら逃げたら死ぬの？あれを見ろ。そんなことないから。しかも見ろと見ればいいのに。魔導士は見当たらないな。もう行ってるな。あたりを探そう。これじゃないか。執行命令。超越騎士団、艦隊の船長に次ぐ。我らが計画の最終段階が動き出した。お前たちの船をナビール港に向かわせ、騎士を補充せよ。我々は港を制圧しているから安全に人員を収容できる。船の戦闘準備ができたらハイアイル南の海域に出航せよ。沿岸からギリギリ見えない位置にとどまり合図を待て。出航の準備が間に合えば私はシルバースワンを機関とするつもりだ。無理ならストームペートレールに旗を掲げる。チョイスの魔導士。レディー・アラベルの了見だな。おいたな。気づかれずに嗅ぎ回ることができるとでも思ったか。そんなつもりはない。この野郎、レディー・アラベルに何をした。しつこいやつだな、我が愚かなる敵よ。だが超越騎士団も粘り強いぞ。アメノスから大事な王族を連れ戻したことで私たちを破ったつもりになっていたか。貴様には感謝せねばな。ありがとう、我々の標的を一つところに集めてくれて。何を目的にしている魔導士。皇帝の座を縁とする者どもはタムリエルに争いと混乱をもたらすのみ。マカロ教は優しい言葉で平和を勝ち取れると思っている愚か者だ。ルビーの玉座を狙う者どもを滅ぼし、剣によって正義をもたらす時が来たのだ。同盟の指導者を殺してどうやって和平を達成するつもりだ。我々が権力を掌握し、この呪われた戦争を終わらせるのだよ。マカロ教が望んでいる平和を力で手に入れるのだ。苦渋の選択ではあるが、タムリエルの民はいずれ我々に感謝するだろう。この単純な真理を理解できぬとは哀れな奴だ。真実は兜に隠れない。何者だ。本当にわからんのか。伝説に聞くレディ・アラベル・ダボーの力も超越の王の巧みな戦略の前には肩なしということか。だがどうかな。貴様はあの捜査官の下で働いてきたのだ。推理くらいはしているだろう。私が何者か予想してみろ。ダマード・デュフォード伯爵だな。執事だと。貴様は私が思うほど賢くはないようだな。私はダマード・デュフォート伯爵だ。合ってたろ。だからレディ・アラベルがここに来ていないのが残念だよ。いや、彼女もいたな。我が騎士たちが外で見つけたのだ。あの女はダンジョンで裁きを受けている。急げば彼女を救えるかもしれんぞ。でも言ってることが違うじゃねえか。いや、分かってたよ。お前がもう、だって俺最初に会った時にお前怪しいなと思ってたんだ。これ見て、見事だ。貴様は強敵手となりそうだ。最ももう手遅れたがな。レディ・アラベルがここに来ていないのが残念だよ。いや、あの女もいたな。我が騎士たちが外で見つけたのだ。あやつはダンジョンで裁きを受けている。急げば彼女を救えるかもしれんぞ。なんもっと話していたいが、好機を逃すわけにはいかん。レディ・アラベルによろしくな。くそ、逃げたか。さあ、レディ・アラベルを探そう。そうなってくると超越の王が分かんねえんだよな。あれ、ジャカーンに話してんのか今。トラップじゃねえんだ。こいつ下がって。次は
あら、たった8人なの？もっと大勢で戦うと思ってたのに。あれ？レディ、急いで来たんだけど。さすが。みんないるわね。どうしたの、ジャカン。慌てているようだけど、何かあった？魔導士のやつが、あんたは、ああ、いや、気にするな。レディ・アラベルに分かったことを伝えてくれ。超越の魔導士に会ったわ。あのうぬぼれの強さ、嫌な感じ。間違いなく貴族ね。でも、兜で声は分からなかった。見張りを4人しか残さなかったから、閉めたと思ったけど、もう2人来たの。あなたが引き離してくれなかったら。やれてたろ、でも。彼に会った超越の魔導士はダマード・デュフォート伯爵だった。しかし彼は逃げた。ダマード・デュフォート、聞き覚えがある声だと思ったけど、誰の声かまでは分からなかった。あいつに捕まってあなたの邪魔を完全にしてしまったわね。悪かったわ。でも助けに来てくれてありがとう。超越騎士団は前期のことを攻撃するため軍艦を集めている。私が代表団を送った場所に。そうだ。なんてこと。いいわ、ナビール港は近い。ダマード伯爵が船で攻めるならシルバースワンを狙ってくるはずね。あの船が動かせるならだけど、急げば出航する前に追いつけるかもしれない。どうしてわかったんだ。彼はシルバースワンが、シルバースワンかストーンペリトルに乗ると命令は見つけたが、観察力と推理力には自信があるの。さすが。エリア助攻爵の新しい機関はデュフォード造船所で建造された中でも史上最大の船でね。彼女はあれを今日監査する予定だったの。それも急がなくてはならない理由ね。ダマード伯爵が助攻爵に何をするかわからないわ。確かに。みんなナビール港で会いましょう。城のすぐ南よ。了解。なんかないの？ないな。来た道戻るしかないのか。待ち構えてんじゃないの、ここに。新入りたちが。いない。うん、いなきゃいないでいい。急ぐのだ。シルバースワンってあのでっかい船だね。いよいよあれに、ね、急げ。ここにいた。ダマード伯爵かエリア助攻爵は見た？ダマード伯爵？いえ、見ておりません。エリア助攻爵はシルバースワンを見回っておりますが、邪魔はされたくないとのこと。では。形式ばった会話で無駄にする時間はないわ。お願い、執事を説得して。うん。ジャカン、念のため港の周囲を確認して。あいつまだあの格好してんのか。言ったはずだ、本土人。ダマード伯爵はお見かけしていないし、エリア助攻爵は来客にお会いにならん。居座るというなら、デュフォートの騎士を呼ぶぞ。ダマード伯爵は超越騎士団の一員だった。彼はシルバースワンを掌握しようとしているぞ。馬鹿げたことを。デュフォート家を侮辱するというなら、ただでは済まんぞ。いいか、デュフォート家の家臣だけがここへの立ち入りを許されている。彼らは皆絶対の忠誠を誓う者たちなのだぞ。聞け、エリア助攻爵が危ないかもしれないんだ。
ここにはぐれ騎士どもはいないし、海辺に敵船も見えん。バカも休み休み言え。危険なのはむしろお前の方ではないか。徐行者は波と共に出航する。お前たちが港の付近でコソコソしているのを見かけたら、むち打ちの刑にするぞ。とっとと失せろ。ダメだこのハゲは。聞く耳もたん。執事は何かを隠しているわね。スワンへ行くための小舟を探しましょう。確かにダッシュしていったね。あいつ追いかけていけばいいんじゃないか。これジャカン、なんか分かったか。エリア徐行着が港に停泊中の船に閉じ込められていないか調べよう。あんたはシルバースワンを調べてくれ。俺たちのどちらかが徐行着を助けるとは悪くないな。なんだお前。こんな時でもそんなことを考えてんのか。あ、ここは通れない。宝箱がある。よし。レディがシェディンハルのシェリー賞3箱注文した。どう行くんだ。何か落ちよう。超越の魔導士がシルバースワンを奪って帰還にするつもりなら、エリア徐行者が心配ね。あの船に乗る方法を見つけましょう。そうしましょう。傷つけたくはないんだけど。そういうことで。やらなくちゃね。こっちで合ってるみたいじゃん。シルバースワンが係留されている。あれだね。急いで、奴らが船を出したら追いつけないわ。わかった。幻想が開いているようね。はしごを登ってついていくわ。マジか。お前もそっち側だったのか。邪魔しよって。超越騎士団万歳。シャドウ。超越騎士団のために。頭の防御力が足りなかったようだな。こっち行けな。ん？あ、教えてくれ。誰か助けて。船室に閉じ込められた。なんだって。徐行者よ、案内して。待っていても仕方ない。奴は厚かましくも私を船室に閉じ込めたんだ。徐行者と話して、私は見張っておく。分かった。ああ、助かった。ちょうどよかったよ。執事に船室へ閉じ込められたのだ。まったくいい度胸をしておる。どこへ連れて行かれるのかとも思ったのだが、戻ってこなくてな。何が起こったのか教えてくれ、徐行者。新しい機関の監査に来たのだ。到着すると執事ヘルシアンに船室へ案内され、そのまま鍵をかけられてしまった。ヤツメはこれから出航すると言っていた。そして超越騎士団が仕事を終えるまで私はここで安全に監禁されるとな。一体何の話なのか見当もつかぬ。ダマード伯爵は騎士団の幹部だった。超越の魔導士と名乗っている。知っていたか。兄が超越の魔導士だ。そうだ。頼む、信じてくれ。
私は何も知らぬ。あのはぐれ騎士団とは何の関わりもない。奴らは危険な反逆者でならず者だ。執事までをもたぶらかし、私を誘拐させるとは。ダマード伯爵が今どこにいるか知ってるか。いや、知らぬ。ダマードの姿は先ほど見たが、スワンが出航できる状態ではないと分かると予定を変えたのだ。もう一方の方だな。じゃあダマードは執事ヘルシアンと言葉を交わし、奴に手紙を渡してから出発した。待て、執事は急いでおった。手紙を置き忘れていったぞ。なるほど、ここにあるな。じゃあ部屋を探して手紙を見つけましょう。わかった。いい部屋だね。じゃあ待ってくれ、いろいろ調べるからな。今メモを探すから待ってくれ。メモを今探している。間違いない。メモを探しているぞ。どこに行ったというのだ。どこにメモがあるというのだ。今探している。待っていろ。どこにあるか知らないか。ダマードが執事ヘルシアンに何と言ったのかは分からぬ。ただヘルシアンは受け取った手紙を部屋に置いていったはずだ。私は貴様らに隠すことなどない。好きに探せ。あ、調べられる。お野菜いっぱい入ってる。ここにあったか。超越騎士団のすべての騎士。超越の王はレディ・アラベルとその仲間たちがアメノスから同盟の指導者たちを救出したことが、したことを知った。レディ・アラベルは指導者たちを前期のことに送った。このため緊急対応計画を即座に実行しなければならない。シルバーストーンはまだ完全に出航可能な状態ではないため、ヘルシアンにネレイズ・ソングの指揮権を与える。隠された入り江で彼に会え。ヘルシアの指揮でネレイズ・ソングを前期のことへ向けて出航させ、戦いに参加せよ。私には別の船がある。シルバースワンは前期のことで我々の仕事が終わるまでの間、エリア助行者を安全に交流しておける場所だ。彼女の監禁を、怠るな。監視か。彼女の監視を怠るな。超越の魔導士。ダマードの手紙は見つけた。ああ、見つけた。何が書いてある？我が家に仕える忠実なる執事が超越騎士団の密偵だと。自分の家で働く者すら誰一人として完全に信用できぬということか。まあ貴族なんでそんなもん。手紙を見つけたようね。さあ何が書いてあるか教えて。ダマード伯爵は執事に別の船を奪い前期の孤島に行くよう命じている。見せて。予備の計画ですって。超越騎士団は同盟の指導者たちがナンパで溺死すると予期していた。そうならなかった場合、前期の小島を直接攻めるつもりだったようね。今それが現実になりつつある。それではこれから何をする？バカロ卿に危険を知らせましょう。デュフォート家の騎士たちが信用できないなら、ボロラス家とゆるぎなき者の会に集められるだけの兵を集めてもらわないと、バカロ卿はマンドレイク邸で私と会うことになっているわ。そこで合流しましょう。わかった。なんという屈辱。兄と執事が裏切るとは。城に戻って門を封鎖せねば。あなたが見つけた手紙を見れば、超越騎士団が前期の小島に海から大規模な攻撃を仕掛ける計画なのは明らかね。バカロ卿に知らせましょう。ジャカーンを連れて行くからマンドレイク邸で会いましょう。我が家に仕える忠実なる執事が超越騎士団の密偵だと。聞いたな。よし行こう。すごい船。すげえな、こんな船。すげえな。すげえなしか言えないけど、こ
こんな船を操れるようになったらまず最高だな。ナビール港。